よし、ということで、やっとね、ネットが繋がったので、久しぶりに、ハイピクセルサーバーにね、もういつぶりだろうってくらい久しぶりだけど、お話をメインにしながら、スカイウォーズやるか？ちょっと久しぶりすぎて、いけんのかな？負ける気しかしないけど、待ってね、それ集中して全然喋れ、あ、もう元からダイヤ装備の人いなかった今、気のせい？めっちゃ攻めてくるね。 4.8HP OK。 あ、久々でも意外といける。5HP9.4 か、強っ。負けるなこれ。いるな。さよなら。戦いながら全く話せなかったので戻ってきましたが、いろいろね、マイクラでね、シリーズをやってたわけですよ。ちょっと待って、今話してるの、あ、ミニクラフトとか、あと、あ、雲とね、黄昏の森とか多分やってたと思うんですよ。まだ途中なんだけどね、すごい途中のまま置いてあるんだけど、すごいね、もうそろそろ気づいてると思う。気づくも何もないけど、それすごいね、気分屋なんですよ。そう、気分屋で飽き性なんで、今日これやりたいっつってなんか動画撮っても、明日は違うことやりたくなったりね。待って、何が言いたいかっていうと、続き気になるとか言ってくださってた方とかにはね、申し訳ないんですけど、一回そういうのは全部打ち切って、まあ、新しくなんかやろうかなと。で、例外はあるんですけど、あの、クモとやってたマイクラ茶番のね、そう、マイクラ茶番シリーズの魔法使いのやつやってたと思うんですけど、あれに関してはもう1年ぐらい間空いちゃってるんですけど、まだ意欲はあります。作ろうっていう。まあ、なんでね、近々、なんかマイクラで新しいことやりつつ、で、前までやってたとこはね、一旦、何か、またね、こう、気変わりしない限り、一回打ち切りということで申し訳ないです。そうさせてください。ということで、スカイウォーズ行きましょうか。こっち来てるの。いける。うわ。あ、これうまい、キトラ。さあ、ということで、マーダーミステリーにやってきました。久しぶりだな。人狼ゲームみたいなやつだね。なんか、人狼と警察となんかに分かれて。イノセント。村人だな。エメラルドかなんか集めて、とりあえず銃を手に。早くない あ、怪しい。あ、あの人だ。やばそう。頑張れ、弓頑張れ。弓の人頑張れ。あー、やばそう。あ、うわー、あれはやべえ。あっこは取りに行きづらい。ということで、久々にハイピクセルサーバーで遊びました。いや、楽しいね、やっぱ。定期的にね、こういう PVP サーバー的なんで遊んでいきたいね。ということで、ご視聴ありがとうございました。これからもね、頑張っていくのでよろしくお願いします。ではまた会いましょう。さようなら。